エアアジアジャパン株式会社は、かつて愛知県常滑市の中部国際空港島日本社を置いていた日本の格安航空会社である。2014年に設立されたもので、2011年から2013年にかけて同社名であった航空会社とは別の法人である。新型コロナウイルスの感染拡大の影響などによる経営悪化のため、 2020年11月17日に自己破産を申請し、2021年2月24日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。マレーシアの格安航空会社エアアジアは2011年8月に全日本空輸と提携し、2011年にエアアジアジャパンを設立、2012年8月に就航した。 2013年に定型解消し、エアアジアジャパンはバニラエアへと社名変更して運行を継続していたが、2019年に同社はピーチアビエーションに吸収され10月26日に運行を停止した。エアアジアは定型解消後に日本への再進出計画を明らかにし、定型解消時点で4、5社と交渉していることを明らかにした。 提携解消後の2013年8月に、エアアジア CEO のトニー・フェルナンデスが、日本事業失敗の理由として、コスト構造、路線選択、経営者が間違えていたことが理由とし、エアアジア側には、問題ないとした。日本再参入時には、先導が複数になった経緯を鑑みて、単独運営にこだわり、成田国際空港を拠点とした事業を行わないと、明言した。 2014年2月14日にブルームバーグが CEO のフェルナンデスに行ったインタビューで日本での事業提携先を絞り込んだことを明らかにした。同年3月14日、中部国際空港内に準備会社、アジア株式会社を設立。同年4月10日に2015年をめどに新会社を設立することを発表。その一環として、 茨城空港に調査チームを派遣することを明らかにした。同年5月1日に準備会社の名称をエアアジアジャパン株式会社に変更した。東洋経済振興社の取材によると楽天が大株主になり資本参加する方向で交渉が進んでおり、他にも日本企業が2、3社程度出資する可能性があることが明らかになっている。2014年7月1日に 記者会見を行い、2015年夏ダイヤから2期で就航し、2015年中に4期体制化。2016年以降は、毎年5期ずつ導入すると発表。株主は、エアアジアが49%、楽天が18%、ノエビアホールディングスが9%、アルペンが5%、オクターブジャパンインフラストラクチャーファンドが19%を、それぞれ出資したと。 明らかにした。なお、航空法による外資規制のため、エアアジアの持ち株の一部は議決権がない。日本の規制緩和による新規参入航空会社の中では、春秋航空日本とともに、日本航空、全日本空輸の大手2社からの出資は受けていなかったが、春秋航空日本は後に日本航空から出資を受けて、そして2021年6月に、 日本航空が過半数兆の株式を追加取得したことにより、日本航空グループの航空会社となった。2015年7月21日、国土交通省に航空運送事業許可申請を行い、同年10月6日、航空輸送事業が許可された。2017年10月17日、同年10月29日から就航することが発表され、 10月29日に中部から新千歳間に就航した。2020年10月5日、新型コロナウイルス感染症の流行拡大による経営悪化で事業継続を断念する意向を発表し、同月より全路線の運行を休止、12月5日をもって正式に廃止するとした。2020年11月17日、東京地方裁判所に 破産手続き開始を申請。2021年2月24日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。信用調査機関の帝国データバンクと東京商工リサーチによると負債総額は約217億円。欠航した便の航空券の返金を受けられていない利用者が破産手続き開始時点で約2万3000人おり。 その額は5億円以上に上るという。エアアジアジャパンの破産管財人は株主に対して返金の支援を要請しているという。エアアジアジャパンとバニラエアに関する動き、設立当初より中部国際空港から台湾東円国際空港、後に新千歳空港へと就航路線を広げていた。札幌線の増便や国内線の新規路線に加え、 中国や韓国への路線展開を検討していくとし、機材についても2019年度に4機、2020年度に8機体制にする計画だった。新路線の優先度はグループ内シナジー効果を期待して国際線をもっと飛ばしたいとしていた。2020年11月17日、東京地方裁判所に破産手続き開始の申し立てを行った。 破産申し立てを負債額は217億円弱で、そのうち、航空券の払い戻しの未払い直接予約だけで23,400人で3億7,000万円。旅行会社の取扱い分で1億9,400万円。2017年10月就航事業金種別によって、座席指定は有料となる。ホットシートは優先登場できる。サンタンというブランド名で機内販売され、 事前予約が必要だった。マレー語でココナッツ魅力の意味であり、ナシュレマ、チキングリーンカレーなど、東南アジア風のメニューが用意されていた。他、キシボナアラ、ナメし電楽、手羽先唐揚げなど、愛知県にゆかりのある料理があった。その後、日本での事業継続を断念し、撤退する方向で調整中と報道された。エアーアジアジャパンの日本市場撤退は2度目となる。 エアージアジャパン事業断念へコロナ禍で経営悪化ありがとうございます。